こんにちは、ヨッキーさんです。今回は艦隊コレクションの巡洋戦艦金剛さんをカスタマイズしていきましょう。 R18 級の深海星艦ヨッキーに襲われた金剛さんは果たしてどうなってしまうのか。この両手を上げている金剛さんの姿から伝送された言葉が拿捕だったんです。なので入念なボディチェックをしつつ、拿捕された金剛さんのイメージを固めます。背中に水色の異物が突き刺さっていて、これではかわいそうなので衣装を脱がします。水温が高めの水域に出航させるとボディが柔らかくなりますが大丈夫です。複雑な衣装なので大変かと思いきや、意外と分解しやすくて助かりました。ただ元々の肌色成分は少ないので大規模なカスタマイズになりそうです。カンコレの子は可愛いと思いつつも大変そうなので敬遠してたんですよね。スカート周りは細かく分解できましたが、手足は大変そうなので現状を生かします。分解して衣装が穴だらけになったので、とりあえず削ってリセットしちゃいます。ボディラインの雰囲気を残しながらルーターで衣装を削り落とします。ダボが短い腰回りは不安定なので、瞬間接着剤を流して固定しちゃいました。手足の衣装はマスキングしておいて、エポキシパテでボディメイクします。パテを指で押し付けていって、それらしい雰囲気に近づけていきます。パテを盛る範囲が広い場合は2日に分けて作業を進めます。今回はなだらかな丘を作ってから、優しい大胸筋を盛り付けました。適度な大きさのお団子を乗せたら、指で押し付けて雫状にしていきます。鎖骨の外寄りから緩い斜面を形成させ、あとはお好みの膨らみ具合にします。フリーダムな大胸筋を作る場合は寄せないように気をつけるといいみたい。大胸筋の真下には肋骨があるので、約60度のラインが現れます。そして腰骨から股下にかけて斜めにくぼんだラインが現れます。そのひし形の中心付近におへそがあって、周りにソフトな腹筋がある感じです。パテが固まったら、そのラインを意識してヤスリやルーターで形態修正します。おへそをナイフで掘り込んでから、周りを削ってなだらかにしました。いつものようにプライマー代わりに V カラースプレーを軽く吹きつけます。 V カラーが乾いたら、ミスタートキパテで段差やデコボコを埋めていきます。一夜明けてトキパテが硬化したら、ペンサンダーで滑らかボディにします。ここのステップで時間を費やせるとクオリティを高められると思います。横から下から双子の山を眺めて、目印となるラインを引きました。そして UV レジンを爪楊枝で乗せてディティールアップさせました。肌色のサーフェイサーエボでベースとなる色を塗っていきます。肌色塗料の乾燥を待っている間にヘッドパーツのメイクアップをします。ボディの色味に合わせるために、頬から下にピーチを乗せて赤みを足します。髪の毛には同色系統のアイシャドウでのっぺりした雰囲気を解消させます。適度にメイクアップを済ませたら、トップコートを吹いて固定させます。ボディにもピーチを重ねてメイクアップして色気を出していきます。バストトップは安定のピーチに加えてペールオレンジを少し重ねてみました。白いマスキングテープを口に貼って捕まってます感を出してみました。コルク板と釘、カニ缶とチェーンを近くのセリアで調達してきました。これらのアイテムを組み合わせると金剛さんを拿捕できちゃうんです。このチェーンをうまく使えばセンシティブ対策にできる、そう思ったんですが、鎖が滑るからペールオレンジを隠せませんでした。仕方ないので、
ティッシュペーパーを使って元々の衣装っぽい感じにして隠してみました。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッドボタンを押して、また来てくださいね。待ってます。